はい、カパーチェ袋カッパ園長ですよ。じゃあまず最初、ジャパンブルーと名付けよう。なんか海外からそんな声が上がってきて、これ何かというと、この日本に存在するこの水色、水色という概念に、驚きの声が集まってるっていう。あれ、海外にはこの青の薄い水色っていう概念がないんだっけ。そんなことないと思ったんだけど、なんかどうもそうらしいんですよね。で、基本色名、基本の色の名前であるの一つである青色ですよね。で、古代の日本においては現在の緑、紫、灰色のようにかなり広い範囲の色を総称して用いられていたとされていますが、青森、新潟、福岡、沖縄など一部の地域では黄色も青を意味していたそうです。へえ。で、この青には、その他にも多くの固有色名、固有の色の名前がありますが、その中には澄んだ水の色を表す水色もあります。で、この水色を2400万人の登録者を抱える海外の科学サイトが、英語には存在しない日本独自の色の名前として紹介したところ、1300を超えるコメントが寄せられて大きな反響を呼んでいたと。英語圏の国々には水色っていう色、この捉え方がないんだ。へえ。ちょっと画像がそのままベタに水色で塗りつぶしただけなのがちょっとあれですけどもじゃあここからね、世界中のコメント見ていきましょうかね。で、ニュージーランドの人が、水色なんて存在するんだな、面白いから覚えておこう。へえ。で、イギリスの人が、この色はシアンとはちょっと違うのか。あー、はいはいはい。よく僕、そうですね、シアン、要はプリンターのインクの色ですよね。そうそうそう、なんでこれをシアンっていうのか分かんなかったんですよね、最初。うん、プリンターのほらインクカートリッジの色、シアン、あれなんだっけ、ブラックと、シアン、イエロー、あれもう一個なんて書いてありましたっけ、あのピンク色、ピンクではなかったですよね。なんでこの水色、スカイブルーとかじゃねえのかな、なんでシアンなんだろうってちょっと不思議だったんですけど、そういうことか。向こう英語圏だとこれシアンって言うんだ。で、アメリカの人が、日本語にしかない概念なんだろう、それなら水ブルーって呼ぶしかないんじゃないの。で、アメリカの人が、ピーナッツによく出てくる色だから、ピーナッツブルー、これはあれですよ、あのスヌーピーのやつね。で、次の人、ヘイントブルーが近いと思った。まあ、アメリカの人なんですけど。で、まあ、次の人もアメリカの人で、それが近いかも、緑が若干濃いめの青に見える。で、またアメリカの人が、英語だとスカイブルーが一番近くないの。スカイブルー、あ、でも空色になっちゃうのか。水色ではないのか。で、アメリカの人が、スカイブルー言ってる人いるけど、英語にスカイブルーなんて色ないだろ。あ、ないんだ。で、カナダの人は、あ、そのままブルーだよ。とにかくブルーだよ。ライトだの、ダークだのはどうでもいい。青系統なんだから、ブルーでいいんだ。まあ、なんか、欧米の人って、そういう、ね。そんなもんかなって思いますよね。で、国籍不明の人が、こういう国ごとの違いを知れるのって面白いよね。で、ポーランドの人、でも日本人はどうやって透明な水を青色だって認識してるのかな。で、イギリスの人、シアンを 40% に薄めた色に決定。で、アメリカの人、男なら細かいこと言わずにブルーでいい。で、マスクしない権利とか主張しちゃうんでしょ。で、ちなみに男と女で色の認識には差がある。で、まあ、ここでね、言ってるのは、男性は赤、バイオレット、ピンク、オレンジ、イエロー、グリーン、ブルー、1、2、3、4、5、6、7、7つ認識できるけど、女性はそれより多いと。なんかスカーレットだの、ダークレットだの、ワインレットだの、プラムだの、エッグプラントだの、なんだ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 って、ざっくり3倍か4倍ぐらい女性の方が細かく色を認識しているみたいな、まあ、そんなことが書かれているんですよね。で、メキシコの人が、スペイン語だとセレステ、つまり空色だ、サッカーウルグアイ代表の愛称の一つがセレステ、あのセレステですかね。で、イタリアの人が、イタリア語だとチェレステで、やっぱり空色。
で、アメリカの人が水色をカラーコードに加えてくれればいいのに。で、イギリスの人、英語だとロビンエッグブルーかな。で、ノルウェーの人が、ノルウェーだとアイスブルーが多いかも。で、カナダの人が、これは単純に空色と同じ系統でしょ。なんでこんなに盛り上がってるのかよくわからない。で、カナダの人、水の色はあんな色じゃない。カナダの湖や海は通常青、黒、灰色のもっと暗い色彩だし。で、ハンガリーの人、ハンガリーだと、なんて言うんだこれ。バグイなんたらなんとか、ちょっと読めないけど、直訳すると、パンティーブルー下着の青ってこと。で、ベルギーの人、日本にしかない概念だというならジャパンブルーと名付けましょう。で、アメリカの人、北京に住んでない限りは空色でいいでしょう。いや、今北京よりもね、某国の人の方がすごいんだよ。で、アメリカの人、セルリアンブルーかな。わずかに緑がかった濃い空色。優しく頬をかすめる風を思い起こさせる色彩だ。アメリカの人、でも水の色ってもっと深い色じゃない？で、カナダの人、英語で表現するならライトブルーかな。で、イギリスの人、このご時世だし使い捨てマスクブルーは、あ、中国製ですかね。で、アメリカの人、ティファニーブルーかロビンエッグブルーだね。ティファニーブルーはまああの色ですけど、ちょっと水色とは違うよね。で、ノルウェーの人がスカイブルーだよね。だけど正直水の色は私的にはすごくしっくりきた。で、国籍不明の人が、俺は日本語が話せる。だけどあの色は青だよ。だって青だから。で、アメリカの人、ライトブルーでいいと思う。どうして色をそんなに複雑にしなくちゃいけないのか。で、アメリカの人が、複雑なんかじゃないよ。一口にライトブルーと言ったって、実際には30の色彩に分けられてるんだよ。違いがある。だからこそそれぞれ名前があるんだよ。で、アメリカの人、どう呼ばれてるかなんてどうでもいい。僕のキャンパスにあの色を複製してくれないか。青よりさらに美しい色彩だ。で、アメリカの人が、これは文化的なものなんだよ。日本人にとってこの色は青の色彩とは違うんだ。青じゃなく水色なんだ。で、まあちょっとキリがないんでこの辺で。まあスカイブルー、ライトブルーなどが水色に相当する色としてよく上がってましたけども、単純に青でいいじゃないかという意見がかなり目立ちましたよね。だからこの辺の、これはなんていうの？日本人独特のこのね、捉え方、こう多彩さというか、機微というか、やっぱわかんないですよね。特に欧米の人。うん、で、まあ、ロビンエッグブルーとか、ティファニーブルーとか、まあ、欧米の人には若干緑がかって見えたりするのかなと。うん、まあ、なんかちょっとね、興味深いお話ではありましたけど、まあ、やっぱりなかなかわかんないんですかね。うん、明らかに緑なのに青って言ったりするから、まあ独特なのかもしれないですけど、確かに水色ってどう表現したらいいのかよくわからないって言えばそうかもしれないですよね。うん、意識してないと知れないことは多いって、そういう感じなのかな。うん、日本人はどうやって透明な水を青色だって認識してるかって、じゃあ海の色ね、青いじゃんとかね、うん、黄色も青っていうのがどういうことなのかよくわかんないですけどね、全然違いますけどね、うん、まあなんか日本人独特の認識を表しているから、まあ彼らに理解を求めるのはちょっと難しいのかもしれないですよね、うん、逆にね、水色がないっていうのを初めて、ね、知りましたけどもね、うん、色って調べるとまあたくさんあって、でそれを表すこの漢字がもうすげーありますよね、日本だとね、うん、だからまあ日本名だとね、これが色を指す単語とはパッと見わかんないやつとかね、かなり素敵なやつとかも、いや日本人ですらよく知らないのとかも含めたら相当たくさんありますよね、うん、だから日本古来のこの古式ゆか式色の名前を教えたら、多分もう欧米人はもうなんかもういいや、お腹いっぱい、もういいよ、赤だろ、赤だよ、赤とかね、逆ギレしそうですよね。あれ、今回は某国の方から水色は某国起源っていう話が来なかったですね。ちょっと寂しいな。こういうなんか直接金に結びつかないのには興味持たないですかね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。